はい、じゃあランバト始めます。じゃあエントリーしてない方お急ぎください。
Fight!
Round!
あ、はい。じゃあ始めますよ。はい、今日はね、紅白戦でチームはしましたのでやっていきましょう。なんかあんまりそういう風に聞こえないけど、あこっちの方、あ大丈夫、始め、はい、じゃあやりますよ。はい、聞こえますか？なんかマイクがどっちも微妙な感じなんですが、というところで配信見てる方は、お、お、ちょっと声が通ったかな。まあこれは店内の話ですが、もし配信見てる方でなんか音声がなんか変だった場合は言っていただければ。今大丈夫かな。やばい、返事がない、ただの屍のようだいやいや、ちょっと前にすぐコメント入ったんで、まあじゃあちょっと店内の皆さん、そろそろイベント始めるので、の試合はそろそろ終了していただいて、あ、ちょっと待ってください。なんかマイクの声でかいですってなってますね。確かにこれでゲームの音が聞こえないとまたあれですからね。ちょっとずつ調整していこうと思います。今ちょっと調整が入ったっぽいんですが、どうでしょうかというところで。はい、じゃあ始めますよ。はい、始めまーす。と、じゃあ一応チームが、ワンピー側が、はい。はい、はい、じゃあ呼んでいきます。ジャロップ、コテ、ウネ、スギ、リュウ、ユーベが、破天荒、ハゲ。はい。で、ツーピーが、はい、山本、バイパー、タコ様、長州、おちゃる丸、デレロ、トモザ、アオバ。ですね。はい。になります。聞いてたかな？大丈夫かな？なんか一回強制的に電源落としてこっち呼び寄せた方がいいんじゃないかぐらいな感じね、もうこれ。あ、今日のルールは？どう？あ、とりあえずチームは決めたけども、一人2キャラ。まあじゃあ2キャラで、はい。エキシビジョンなしで。はい。順番はどうします？順番はまあ先方だけ決めて、あとは自由で。あ、また例のかぶせ合いみたいな。はい、大体もうそのルールが定着してるような感じですね。そうっすね。まあ一番手っ取り早いんで。いやでもほらそれだとみんな行かないからで2キャラで人はもうどんどん行ってください。今日は勝敗ついたらもうそこで終わりなので。ええ、確かに エキシビジョンやりません今日は。
ということです。2キャラなので、じゃあほんと始めるよ。はい、とりあえずじゃあ 1P2P でまずは先方を決めてください。じゃあちょっとリュウさんとアオバさん、はい、ちょっと参加費をお願いします。始めまっせまあ同キャラはいつも通りその S キャラと X キャラでいいんじゃないですか。基本同キャラなしで XS は OK ということですね。そういうことになりました。あ、もうすでに 2P 側が聴取者入ってってるよ。もう始まってるんだから、みんなさっきから言ってんだろうがこれ聴取者が勝ったら指名されるよ。これ知らないよ。さあここでやばいやばい、長州さんが持っている、なぜお前 S バイソンじゃないのかと、杉バイソン、杉以外に相手に対して。さあまあとりあえずまあランバと始まりましたと。一番手は 1P 側の杉のガイル、 2P 側は長州さんのザンギですね。さあ早速画面端追い詰められて、最近杉もなんかね、タンパタメゾウで S ザンギしか使ってないか、 S バイソンしか使ってないからガイル使えるのかと。さあさあ聴取者のダイヤシュだけ振っている。あー、連キャンジャンプだったが今は逃げそば体育。あの行きたい人がもう、さあ第2ラウンド、あーっとダイヤシュ体育、今のうちはヤシ体育、なんだかんだちゃんと、あーっとつながらなくて、せっかくのチャンスを逃してしまった長州さん。さあウネガイルがペースを握っている。あーっと中足の出かけに大足。さあ画面足、あ、また大足刺さって、おー、つながってから、あー、ちょっとスクリューが早かった。さあゼロドット、おお、垂直大キックにコパンを合わせる。まあ今のは相打ち OK だったのであれで正解ですね。さあ第3ラウンド、連携ジャンプからの飛びをガードされましたが、画面端に追いやりつつ、もう中足、あー、また中足に、お、今度はショーキックスクリューが入って、こっからアントビからの、あー、スクリューしゃがみ青サイパンチまあ体力リードはしているので無理はしなくてもいいのかなと思いがちですが、ザンギ使いはやっぱ前に行っちゃうんですよこれ。さあひたすらコサックで足を振っている。お、いい立ち台キックタイプ、残り0ドット、おお、小足が刺さりましたね。はいはい、長州ザンギは初見、いや結構長州さんはあのサブキャラで昔から青いザンギを使ってらっしゃるので、青ザンギでしたらタコ様よりかも歴史が長いぐらいかなと思いますね。あ、はい、やっぱり、お、もう若いのはいいね、勢いがあっても。みんなこれ後ろに立ってぼーっと見てるだけだからね、これ。お、さあ何で行く、うねは、さあ、おわー言わないおわー言わなかった。さあうねの X バイソンですね。ここはなんかお互いに見ものですね。どれだけそのバイソン側はザンギを分かっているか、ザンギ側はバイソンが分かっているか。おっと、ダブラに引っかかってからの、あ、ちょっと高かったっすね。しかもリバサじゃないのに引っかかっているという、あー、またダブラに引っかかって、おーっと、ジャンプタイパンから小足が今が連眼なんなかったっすね、離れすぎちゃって。さあまた長州さんのコサックモードが、もう大ヤシだけなんか長州さんが難しいと言っていますが、まあ自分で選んでキャラなので
さあウネが今度はちゃんとグラウンドでオアオアやって画面端に追い詰めている。結構バイソン側もねザンギのピーラリは気をつけなきゃいけないんですよね。あの K ラリのつもりでグラウンド打って、おお超主者おお、タッチシューパン。あとねダブラリに対しては今のねタッチシューパンがねすげえ有効なんですよ。だからバイソン側も怖がらずに回ってるザンギ相手にはあえてタッチューパンをあえて当てに行くというのも有効なんですよね。お、ダイ入って、さあ引っかかってしまって、ただジャンプがちょっと早かったか。ただウネもリバーサル出していて、さあお腹もんでバックジャンプで逃げる。あーもうゼロだと、お、あー出しちゃった。まだあるよこれ。あー、おい、お互いお見合いして惜しかった今のは。はい、ダッシュグランドストレート、ああはいはい、あれも間合いによって。ただ本当にそのダッシュグランドストレートの手の先っちょが、あ、山本さんですね、手の先っちょが当たるような間合いだったらザンギもタチコパン連打しててもダメなので、まあそこはザンギ側がちょっと間合いを詰めるなりというところですかね。さあここで、あれ、エスケン今ちょっとなんか5000円のなんか入力が入ってたような気がしましたが、ここはエスケンですね。てかエスケン使ってるとこ見たことないんだけども。あ、ほぼ山本さんですね、 2P 側。まあ確かに竜使いなのでというところはありますが、ただなんかそれ以前になんか動きがちょっとなんか起き上がりに波動を重ねていこうとして、なんかそのままクレイジー食らってますねまあとりあえず変なことしないでね、ひたすら波動モードでやっていけばいいと思いますけども。お、さすがに昇竜が強い。お、タンパはジャンプで抜けて、そうそうそう、波動波動。お、ぶっぱ昇竜がかすって、おほほほほ、小足飛びからの投げですね。これ S 剣の場合もあれ長州って呼んでいいんですかねあ、今長州さん聞いたら、あの X 剣でも呼んじゃダメというあのダメ出しが出てしまいましたねこれちょっとスト2回のその新しい勢力図にちょっとね長州って言えなくなっちゃうやんって。お、チューパン、お、あ、あるけど、あー、なんで竜巻で追いかける。今大波動でいいでしょとりあえずは。さあウネがすげえ勢いで前ジャンプですか。まあ確かにそうですね、エスケンの飛び強いですから、あー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 、今のもちょっと早かったからガードでもよかったような気がするんですけどね。さあ 2P 側、ここで青葉さんが、これがエスケンだと、俺がエスケンを見せてやるということで言ってくださいましたが、おお今かなり高めでしたね。竜巻を出そうとしたのか、おーっと波動を踏んでしまって、そうそうエスケンはこの波動モードが強いんですよこれ。そしてこの飛びね、そうもうねそれだけでいいぐらいなんですよ。おおバックジャンプに引っかかる。とりあえずまあウネとしてはゲージを貯めたいところ、あーまた踏んでしまう。お、見えている昇竜で狩る、あー踏んでしまう。やっぱ S 剣の波動モードね厳しいっすよこれ。お、もうことごとくもう跳ね返されていく。まあただ一応クレイジーは持ちましたが、あー今のはあれかな、さあすでにちょっとやることが、あー中足、うん、さあワンピー側は次は誰が行く、相手はエスケンだぞ。
変になんか躊躇してるとね、そのままね勝ち抜かれまくってね終わっちゃう可能性もあるからね、どんどん行った方がいいっすよ。お、破天荒さんがここはわしに任せるばりに残儀。確かに最近使ってるみたいな話は聞きましたが、ただちょっと色が気に食わないところがありますが、さあこれで結構でもね S 剣でもきついっすよ。ザンギーはザンギーユリっすかね、波動が強すぎるんですよ S 剣は。お、いい大事。さあ画面走る、おー、スクリュー反対側だけども、さあダブラリで抜けて結構出ますね、ダブラリが。あー、ボディは昇竜で落とされる。結構ね S 剣の波動はね遅いせいもあってね、変な場合で弱波動を軽ラリで抜けてもなんかそのまま歩きダイヤシが刺さって2ヒットする。あーっと昇竜が当たることもあるので、あーもう時間がない。ほんとそれなりに近い間合いで P ラリで波動を抜けるしかないぐらいなので、お、いいチョップで、青サイチョップで落として、やはり波動が速い。お、また落として相打ちでも OK かな今のは。うまい、なんかタコ様よりかも青サイチョップうまいですねうまい。お、今度はちゃんと優しくないスクリュー、おーっと、あー昇竜で割られる。さあ 1P 誰行くの。お、ここでジャロップが、お、普通にエクスフェイドンでいきますね。ジャロップといえばまあ S サガのイメージが強いですが、タコ様もさっきはフェイドンでずっとの試合 やらせてもらってたので、かなりちゃんとした動きをするフェイドンなので、とは言ってもやはり S 剣は厳しいような気が。そう、あれが対空になってしまいますからね。あー昇竜が見えてる、あー打ってしまって、おほほ、ロケッティアが強すぎる。お、いいしゃがみタイパン。さあ画面端まで行って、お、レックが引っかかって、あ、今昇竜出なくて、おお支援が刺さる。さあ第3ラウンド、おお支援で落として竜巻暴れ。お、さあレクレク、お、うまいうまいうまい、おお支援で落として、あーっとスパコンをぶっぱしてしまって、これでちょっと仕切り直しかな。おお目の前で止まったところを台足で刈られる。あーレックで抜け落としたのかな、抜けれないんじゃないかな。おー足払いに出かかりに劣化が3発入って、それで終わった。さあ 2P 側、おお茶る丸、さあ何を出してくる。おお、ここはホンダですね。さあ早速画面端に追いやっている。あーっとなんか出ていたがそのまま食らっている。お、うまい、ちゃんとコパンからつないで、あーっとリバサじゃない、鬼でもない無双でもないが出ていたが、まあさすがにあそこはね、劣化神拳重ねてても上えいやって出してれば抜けてますもんね。
さあ今度は慎重にいってますね、おちゃる丸くんも。そう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 、こうホンダにはこの冷たさが必要なんやという。今のもなんかね、仕込みのあの大いちょうで投げれたような気が。まあ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 、今は続きが刺さったので、変でも支援合わせられたらそのまま引っかかってた可能性もありましたからね。さあもう一気に画面足も体力も全然ない、もうああもうほんと無慈悲。さあおちゃる丸くん、おちゃる丸、はい、おここで龍さんの龍、龍さんの龍、ちょっと紛らわしいですけども、龍さんの龍ですね。はい、まあさすがにここはもう本田相手にはもう龍だろうと。おおこれは強いんだけど、おおいい大昇龍、おっと今出なかったっぽいが、あーっと届かないし、ちょっと遅かったか。特にちゃんとね、全部あのファイヤー波動っていうところが当たればね、こうやって転びますからね。なんか山本さんから、あ、タコさんもこっちなんだみたいな、それはどういう意味なのかなみたいなところもありますが、これまあ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 、話は後で聞きましょうというところで。ちょっと今なんかオフレコ発言がここであったので、これここでは言わないようにしておきますね。なんでこういうチーム分けになったかみたいな話になってるんで、まあまあまあ、あまあ言ってる間にもう龍さんの龍の勝利。さあ 2P 側だん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 減ってってるよ。わしいいのか、しょうがねえな。じゃあちょっと行ってきますわ。はい、こんばんは、山本です。タコ様にお願いしたのでマイク変わります。はい、タコ様が期待通りベガで、リュウベガですね。さあ開幕カニ、リュウさんのリュウも結構強いで、あ、画面止まった。はいはい、動きました。昇竜拳を食らってるところが見えました。はい、昇竜拳逆戦もやってる感じですよね、龍さん。うおっとマリオパンチ、ヘッドプレスを見ていたのか。さあ開幕最高で突っ込んでいくか、しっかりガード、危ない、竜巻合わせていく。さあファイヤーを使って近づかせない、打ち方がうまい。あ、入った、あっと投げレズだが受け身は取っている。投げる昇竜拳、真空で削り、そうですね、そうですね、私が行けって言ったからこうなっちゃいました、申し訳ございません。じゃあどうしましょう、次の方。あれもう友田さん行っちゃいます。いいっすかお願いします。じゃあ、お、あ、もしかしてこれで出ちゃうんじゃないですか、2代目的な。お、あ、2代目かこれ。あれ、 的な、あれ違った、バイソンだ、あれただスバイソン。さあまあ確かにチュンリーよりかもバイソンの方が使ってますからね。うん、まあ竜に対してバイソンの方が相性いいですしね。ああ、まあ確かにそれはあるかもしれないですね。ただなんか体力は圧倒的に分けてますよ。
あ、ゲージはお互い溜まった。さあグランド、グランド刺さって、おお中昇竜アントビ完璧、お、すごい暴れないですね。おお完璧ですね、竜さんの竜は暴れないですね。ええそれはあんなベガじゃ勝てるわけないわ、こんな。そうっすよね。そうっすねじゃねえ、お前がいけっつったんだろうがっていう失礼しましたまあ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 、お、今度はちゃんと画面端をやって、このさあ見えてるよこれ。ただまあゼロドット残ったが、まあヘッド重ねで終了。あれちゃんと勝利出てても負けますからね。そうですね、うん、死に格ですよね。死に格でございます。さあまた第3ラウンドも重座のバイソンが画面端を押しているが、ダイヤス対空で追いやられて、おお昇竜が刺さって、短パンに昇竜結構バイソン相手には、あの竜 の、 あのめくり竜巻有効なんですよね、起き上がり攻めで。そうっすね。おっと上り大パンチが当たったが、さあ真空は出してガード、ああさすがに見ている今のは。さあ体力、おあーっと今のはちょっと怪しかったが、アッパーが出ていた、ちょっとびっくりしたがゴチゴチで。さあ 1P 側誰が行く、誰が行く、並んだぐらいかな。またウネが行くよこれ。あウネさん、ガイル、今度はメインのガイルですね。杉さんまだ出てなくないですか。あ出たか書いてる。いやもう出てるからちゃんとそれひどいわ、失礼しましたまあまあまあ、おサマーサマーでちゃんと切ってからの、おお5番からの投げ、あーっとなんか引っかかって、さあゴチゴチ食らって、画面端厳しい、あーサマー出してしまった、見送って短波。さあ第2ラウンド、お開幕中足に芋掘りを当てて、おしっかり見てる、いい見てますね、出しちゃった。さあ画面端、あーニョイボが刺さる、あーもうきつい、もうきつい、あーもうゼロドット、もう何もできないぞ。あーやっちゃった、なぜかダメ様なぜこれはダメなやつですよね。そうでもなんでしょう、さすがに釣られなかった。さあワンピー側、おや、ああ大丈夫か、マイクの調子が。あ小手さんまだ出てないですよ。あハゲさんもそうか、ついに。さあキャラはなんだ、強キャラ使いが。ダルシムいたかここに。お先に小手が、お小手がニヤニヤしながら S と X は別と聞いているが、と揉めてる間にすでに1ラウンドは終わってましたけど。あーまあ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 しん、おいいもん見れるか、いいもん見れるか、あれ剣なんでそんなにフラクタフラクタするけ、結局あれかよ、 X 剣かよって。あしかも X 剣なんすね。ね、まあ確かにコテといえばね、サブキャラは X 剣っていうイメージなので、はいはいはい、ていうか結構ね、X サガト使いってなんかサブで、S はい、X 剣使うケースが多いんですが、まあこれはちょっと。そうですね。え S 剣の人の方が多いような気もするんですけどね。S 剣ですか、 S サガトのサブキャラで。あー、S サガのサブキャラで。そうですね。まあでも S キャラ使いって大体 S キャラしか使わないから。そうですよね、そうですよね。そんなところもありますが。さあだいぶ体力下がって波動にクレジ、仕事が。さあさあハゲさんもうどうします。さあ 1P 側誰が行く、イベント中だからみんなもうちょっと見ましょうね。もうそうですよねおっしゃる通り、うん、まっとうなこと言ってますね。今日あんまりタコさん飲まれてない。はい、え何ですかあんまり飲まれてないですか。いや今日は2本ぐらいかな。あ2本ぐらい、はい、2本断じですね。うわさあハゲさんが座って選んだのはダルシム。さあハゲダルシム、ハゲダル、ハゲダル、
ハゲているのはキャラだけというね。そうですね、ええ、ふさふさですからね。ふさふさですからね。さあさあすでにやばい。そうですね、うん、このやばいやばい、動きがカクカクしてるところのダルシム。そうですね、今技を確かめてるかのような動きですね。ですね、あんま使ってなかったんじゃないですかね。もしかしたら、あ、このボタンそこの技出んのかなみたいな。そう、そんな動きをちょっとしてますよ、ね、してますね。フレイジー合わせていく。おちょっと距離が離れすぎてたかな。ああしかし立っていた。やっぱプレッシャーがすごいですね。まあさんのバイソン、それ以前ですじゃないですか、このハゲダルシムは。ハゲダルシムが、うん、ちょっともうなんか何やろうとしてるのかもっていう状況で、ちょっとどの技が噛み合うかが分かってない感じの動きしてますよね、長いのか短いのか。お、なかなかしゃがみ大パン体育っぽいのがなんか生きちゃいますが、おーっとスライディングがくぐってしまった。相打ちがいた。おお、まさかのインフェルノちゃんと出る。出る。ピオロセティンフェルノ、ね、うん、出ない人多いですからね。ましやこの状況、ええ、見つりやすいですよね。ね。なぜか開幕テレポ。まあ本当確認しながらやってますね。そうですよね。コマンド確認大事ですからね。ですねですね。すごいな。おなんだかんだなんかいい勝負だったね。ちょっとダルシムっぽい動きしてますね。はい。1ラウンド目でカクカクした動きがもうちょっとスムーズ。なんかちゃんとヨガファイヤーモード。あれ？なんかもう完全にハマってんじゃねぐらいな感じの。やばいっすねこれ。秩序が生まれようとしてますね。あー。なぜか足を伸ばしていた。まこまでやって。今流れでおっしゃいましたね。ですね、パンチからキックをやっちゃいましたね今ね。ちょっとほらワンピーがボロ負け中だよ。さあどうすんの。あと誰がいる。あとコテも負けてるんで。あ、コテ負け。あと1回出てないの、まだ出てないユーベガさんだけかな。そうですね、ゆうべがさんいますね。あとまあ出たい人はどんどん行ってもらってって感じですが、あれ、コテくん2回目座りましたね。2回目。ええ、はい。まあさすがに今回はあのメインの X サガットで。サガット、お、イモホリが当たって。こんばんは、タイトルサードですけど大丈夫です、中身は X です。ああ、はい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 。なんか配信のタイトルの話をしてると思うんですよね。なるほど、はい。まあ、さっきまでそれやってたからってことですかね。そうですね。そうこう言ってる間にクレイジーが刺さっていた。お、中足対側に。今度は小手のペースですね。画面端を取ったが、あ、ちょっと落とせなかった。ああ、頬が刺さって。はい。結構体力近づいたが。ああ、おっと、ガードできる。ガードできてもまあ残技と、あらー、あ、しゃがんでしまった。しゃがみで入ってしまった。さあ小手さんが今度はまさかの座った。杉さんが、そうだよね、まだ出てなかったもんね。あれ来てこれ、わーっつって S 対 X、 杉さんのバイソンですね。はい。まあこれね、ごちごちの試合になるっていうね。そうなっちゃいますよね。ええ、ボクサーなのに。そうそうそうそ う, そう、頭しか使ってないぞ。使ってねえぞとこれ。ええ、いいラウンド。まあ、はい、あとはその地上のまああれ、Sバイソンのそのダッシュストレートの強みを生かす。はいはい、ちょっとマイク交代しました、はい、あんなこと言ってないでも負けちゃってんじゃんよもう。ちょっとワンピー側あれが怪物の危機になってるよ。出るんじゃないですかそろそろね。え、上位陣がそろそろ、いやいやいや、まああの行きたいやつがどんどん、もう有村さん今日はあのバンバン行っちゃってください。1人2キャラ、1人2キャラで、1人2キャラですよ。好きなキャラ、まあ、好きなキャラ選んでください。被んなければ OK なんで。はい、チーム内かぶりはいいんですよね、だから。あ、まあですね、ですね。はいはい。さあ、ここで、ゆうべがさんの、DJ。ゆうべが DJ ですね。と言いつつも、画面端追いやられて、ゴチゴチ。
さあここで、ああちょっとめくりになんなくて、引っかかってなかった、削り角、削り、あ、削り角じゃないですよ、うん、ちゃんとジャック出してれば、そうですね、一応の試合はやってらっしゃったんですが、がどうなんでしょう、まだあったまりが足んないところですかね、まあ、まだありますからね、はい、あとこの後が、この後それまでに、まあそうすね、自分はあのそれまではちょっと待ってなきゃいけないですからね、うん、それまではあったまるそうですね、ちょっと温存しましょうか、そういう趣旨になってるところがあるんで、さあやり返していく、やり返してお互いガードガード、今度は硬いですね、あーって今はあのジャック、いやあれか、暗い投げですね、ソバットで出なかったが、うん、さあ第3ラウンド開幕バックジャンプからのエアスラ、エアスラ、これちょっとおーっと今エアスラ出したのかな、ちょっと打点が高すぎて暗い投げ、おー投げ返す、結構あのね短波ガードした後の投げ合いがね難しいですよね、そうですね、ヘッドって手もありますからね、そうですそうです、おっとおずかずか歩いていった、おこれは削り角ではない、ああとスラが届かなかった、ゼロドットが起こっていたがスラが使ったところにグランド、やっぱお釣りないんですねあれね、そうです、多分残儀ぐらいだと思いますよ、ですよね、うん、さあお続いて 1P 側ジャロップさんが座った、出していく、来ましたね、 S が来ましたね、青パン、まあでも本当ここいらで取り返してもらってね、うーっとしゃがみぐらいだったから2ヒット、すごいっすね、アパカにもヘッド勝つんすね、あ先出しだからか、そうだね、やっぱ無敵の時間、おー減った、減った、ただこの攻撃力の高さですよね、やはりエッサ側、ね、ちょっと相打ちもされたくない感じですよね、そうなんですよね、一方勝ちはさることながら相打ちも避けたいっていう組み合わせですからね、かつ距離も離されたくないと、ですねですね、じゃあどうせ中年って言ってるところでクレイジーが入っている、あそうなるほど、おおどうする、まあでも結構進んじゃってますからね、そうなんですよね、タイガーショット、タイガーショットでやっぱ距離を取りたいところ、お今度はペースを握って、あーっと短波が刺さって、あもうなんかすでに体力逆転されている、そうですね、あーっとはアルティクからのアルティクグランドからのゴチゴチ、さあ止まらない、おおっ出た、破天荒さんが座った、はい、竜、まあ竜でしょうね、ですよね、さあ竜対バイソン、おっとなんか今小ファンになっていましたね、さすでに画面端はちょっときついぞと、おっと竜巻で逃げる、あらま後ろからぶっぱしちゃって、いや前落ちだと思ったんでしょうね今、あーなるほど、うん、お竜巻の先に中盤が刺さったが単発、しっかりガードはしているが体力差が結構あるぞ、お竜巻が引っかかって、ただまあバイソンがもうまたゲージがたまりきっちゃってますから ね、2回目がたまっている、お今のは逃げ中盤かな、バイソンキックかパンチか見て分かんないですからねまあ足技使わないですから ね、キックボタンを押しても、そうなんですよ、ね、おしっかり見ていた、ガード硬いですね、そうですね、まあもともと破天荒さん結構引き気味にやる、あーっと昇竜でなんかもらってしまった、まあ、つなあーもうゼロドット、やばいゲージが溜まってしまった、2回目これは削りでも終わるぞ、打つのも怖い、あーシンク打ってしまった、シンク使ってもう一回溜める、そんな時間ないっすよね、あー落とされた、また逃げパンチ、今もまた中パンかな、中キックかな、中な音はしましたけど、中パンですねあれは、パンですか、ええ、なるほど、キックこうだと思うんで、あーなこうフック気味だから、はい、なるほど、そっか、ちょっとどうすんの、とりあえず 1P 側はもう
壊滅状態だよ。リュウさんが座った。お、リュウさんはベガ。ベガですね。ベガ2枚か。てか今日はあの本当エキシビジョンないんで、もう本当終わりよっていう、やる人やっていかないといけない。あれ、ハゲさんもまだ温存されてますよね。ああ、よく見たらハゲ温存、まさかの。さあ今度は、リュウさんのベガですね。まあベガがメインですよね。そうですね、うん、おー、ベクリが当たったか。おっと、上からストレ、ダッシュストレート。おっと、今投げれずにバックジャンプで逃げられる。あ、これも削り角ですね。ほんと止まんないな、もうこのバイソンやばいですね、やっぱり。ね、逆になんかこのまんま終わっちゃったらね、なんか2代目の出番がねえまま終わっちゃったじゃねえかと、本人的にもどうなんでしょうねっていうところがいや、それはどうか分かんないですよ、2代目なんすか、ね、2代目あるんすか。あーあー、あのまあそれ詳しいことはあの今週の火曜日のバーサスを行われた東西戦 で、ね、東西戦の。おー、やりよる。そうですね、見ていただけど、さすがにまあここはちょっとハゲさんに行ってもらう形ですかね。そうですね、ハゲさん2キャラ目はすごいですね、ハゲさん2回目なのに相手が変わっていないというこの悲劇が一周してしまった。まあさっき死にかけたから大丈夫だと言っているが、キャラが同じキャラ使えないから。おお、本田、本田、本田さんですね。はい、使えるんですかね。さあ、初めて見ますよまたあの技確認しながらやる感じになっちゃうじゃない。そうですね、とりあえずボタン押してみて、ボタン押してみて、ああこういう技出るんだ、へえみたいな。ちなみにあのニュートンのあの筐体にはインストカード貼ってないので、ちょっと必殺技に関してもね。そうですね、こうやって、おっ、100巻で抜ける。お、どすこい、どすこい。ああ、しかし足を出してしまった。これもしかしたらでもなくもないカードですよね、はい、よく考えたら。まあカード的にはまあ、うん、確かにホンダの方がいけ、いやどうなんでしょうね、なんかいけなくもない。はい、なんかただなんか何も言うこともなく終わってますね。そうですね、そうですね。ただもうあっという間でした、ね。はい、まあ、あとゆうべがさんだけなんで。はい、ゆうべがさんがあと全員倒してください。好きなキャラで入ってもらえればいいです。全員倒してください。もうベガで、ベガで入ってもらって、ええ、はい、全員逮捕と。全員逮捕、はい、お願いします。さあベガで入っていくゆうべがさん。まあもう本当ワンピーがゆうべがさんしかいないので、まだ 2P 側はなんか1回も出てない人もいるぐらいなので、11勝、そうですね、とりあえずノルマ11勝ということなので。そうですね、ええ、これとりあえず、はい、うち誰でもいいですよね、まずね、この後。あ、いやもう 2P 側は、いやいやいや、そこはほら、あの、ほらシナリオがあるんで。そうですよね、いや分かってます、分かってます、ええ、それは、はい、取っといて、はい、ああなるほどね、うん、じゃあ、じゃああとはもう最初はね、だからそういった意味で誰でもいいよねまあそういうことですね、はい、ええ、はいはい。バイソンが連勝中なんでちょっと出番が、あ、そうですね、ちょっとあの 2P 側でちょっと出番がねえんだけどというちょっとクレームをいただいたので申し訳ないです。そうですね、多分そろそろ出番が来ると思うので、今の流れですと。あー、中盤が引っかかって、あー光っている、ライトメイド殺しきる、さすがってところですね、今ね、怪しい感じの。やっと 1P 側の王座を止めて、誰がやっと終わったわというところで、あれデレロさんいっちゃう。あ、確かにまだ行ってない。あ、そう、デレロさんもまだ出番なしですね。さあ、とりあえず1キャラ目、1キャラ目ブ、あ、やっぱブランカか、ブランカ。まあ確かにあのベガ相手にはすごい、なくもないっすよ、いや、この組み合わせ。全然キャラ的にはもう相性良すぎるので、うん、そうですね。さすがのユーベガさんも中村さんのブランカとやっててもうサジ投げるレベルの、もう、あー、なるほど、ええ、こんな感じですよね。もう体力、さあめくりか、おお投げに行って、直接行った。
本当も単純にそれが強いんですよね、もう飛び方の。そうなんですよね、ベガが落とせる技がナイトメアぐらいしかないのか。あ、強パンチありますね、しゃがみ強パンチ的な。落とすのはそうですね、ただ万能じゃないですもんね。ですね、です。わー、ダブル2が刺さってしまった。あと投げ合いでやっぱな、ベガの投げ間合いが狭いせいで。そうですよね、結局投げ角の状況が多くなっちゃうので、ブランカの方が間合い広いはずですよね。広いですね、 こんな感じで。はい、うわー、見ている、前すぎな、あっと、しっかり溜まってて、まあ、さあ、あっと今出してしまった。ガードでよかったかな、今のところはまだ一度と残ってたんで。一度とありました、うん、さあ、バイパーさんが、やっと出番が来ました。やっと出番来た、お待たせしました。やりました。まあまあ、お金払ってますからね、はい、楽しんでもらって。お、竜、ここは竜でそうなんですよね。はい、さあ、バイパーさんの竜が、はい、ベガ戦。うわっと、チクチクした。コアからの大サイコ。やばいやばい、もうベガの動きじゃない。さあ、垂直上、おお、踏まない。今のさすがってところですよね。ええ、あれタコ様が使ったベガだったの、踏んでて死んでるんですよあんみたいな。さあ、ナイトメアと。そうっすね、さすがに今の状況でナイトメアで出しちゃえばゼロドットで削り角でおしまいですからね。お、ダブル2に中パン噛み合った。ヘッドプレス、お、いい中パン対空。さあ、お、暗い、暗い投げ、超キックから投げで、お、投げる、表だったが、ゼロフで投げかな。お、踏みつけが当たって、お、うわー、見ていた、すげー見てるな、ナイトメア。さあ、どうする、 2P 側続いてないよ。ナイス、早いもん勝ちだよ。確認しといていかねえのかっていう今びっくりしましたよね、ちょっと ね、確認しといてお前いかないのかっていう典型的な昭和のお笑いみたいになってましたねドリフみたいなね、ガクみたいな、どっちかな、賞金属か、まあ、ドリフっぽい感じでしたねまあまあそんな感じで、とりあえずあの 2P 側はおちゃる丸のバルログ、バルログ、これはベガも嫌でしょうね。ですね。あ、おうわー、いやらしい。ああいうなんかわけわからないことも起きますからね。そうなんですよね、よく見ている。お、ちょっと遅かった、投げる、さすが、あれガードしちゃいますよね。ですね、あの状況だと。うまい、しゃがみ台パンタイク、見ている、着地して見ている。お、表が刺さって、どっちガードだか全然わかんないよ。ん、画面が早すぎる。お、さあ、ダブルに刺して、しゃがみ、さあ、爪が落ちたが拾わない、投げる、まあ、あれが強いんですよ本当に。爪がないとちょっとね、ナイトメア、うん、お、山本さんいきますか。お、山本さんは今度はチュンリーでいきますね。さあ、山本さんどれだけ頑張れるか、からもう中盤中盤投げに行こうとしてるのか。あー、投げられて受け身がない。とりあえずゲージを貯めた方が。あー、袖以前に飛びが入ってしまった。さあ、第2ラウンド、さあ、ヘッドプレスからで投げ投げ、そうですね、チュンリーがひたすら中パンを押しているだけ。まあ、それが強いんですよこのキャラは。
まあ、アドバイスもそれだけで行こうって言ってるそばからめくりが当たって、まあ、死亡ですね。さあどん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  2P が処理されてってるよもう。はい、一瞬でやられて帰ってきました。はい、はい、お帰りなさいませ。はい、ありがとうございます。続いてデロロさんの竜。そうね、ここから回転早めていかないとですね。ですね。尺とかあるんですかこれ。尺はない。ない、大丈夫です。なるほど、閉店までに終われば OK。 さあ5段入ったがピオラないが、これは日頃の行いですよね。ああ、なるほど。おお、長さ本当ね、ベガ使って思うんですけど、竜にこんなね勝てねえっすよ。ああ、そうですよね、竜有利ですもんね。おっ、立ちぐらいだがダブル2。ああ、まためくりが当たって、今度はピオラ終わったが、はい、これはしょうがない。回転早いですね。回転早いよ、はい、これ、はい、はい、続いてどんどん行っちゃいましょう。行ける方はどんどん行ってください。どんどん行ける人行っちゃって、長州さんまだ出てないんじゃないですか。長州さんも出てないし、あれ、シナリオはどうなってんのかなみたいないや、それ知らねえしなんかそういう、いやいや、そういう趣旨でなんかね、いや、すいません、ちょっとオフレコのね、なんかいろいろちょっとタコ様の後ろ一人ぐらい置いときましょうよ。どういうルールだっていう一人置きましょうよ。はい、聴衆者、なるほど、はい、とはいっても、まあ、なんだかんだエキシビジョンないから、もう終わったら本当おしまいですからね今日は。そうですね、うん、そう、やっぱユーベガさんって感じですね。ですね、ベガでこの動き、さすがですよね。あ、勝利引っかかって、引っかかった。さあここから、お、投げ返す、投げ返し、お、勝利引っかかった。 あとめくりだけど繋がっていないのに、今投げミスでしたね、招集者のタイパンも。お、昇竜出てた、今出て投げかく、おお、招集者リーチ、さあリーチをかけてしまったかけてしまった、シナリオが。そうですね、いやいや、セメントですよ、はい、セメントシナリオないですオフレコの発言は何だったのかなっていうそうですねとか言いそうになっちゃったじゃないですかさあ波動で距離を離していく。さあユーベガさんもゲージを貯めて、あーっと昇竜引っかかって、ヘッドプレスで昇竜引っ掛ける。今投げはバックジャンプで逃げましたね。あー、勝利引っかかって投げ返す、竜巻、勝利、やばいよこれ。あー、さあ投げで終わり、食い込みすぎた。あれ、え、まあこれで本日のイベントは終了ですよ終了です。はい、あの、出た方も出た方もお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、ありがとうございましたP チームですね、 2P チームの優勝です。はい、勝利です。はい、ありがとうございます。恐ろしいほどあっけなく終わりました。ええ、はい、じゃあお疲れ様でした。
ダルシムはは い, はい、じゃあね、2P 側の皆さんちょっとお写真をね。さあ、もうみんな、皆さんもう野試合をやってらっしゃる。最後、長州さんが決めましたね。じゃあ、長州さん取っときましょうか。
Thank you.
We'll be right back.
Round one, fight! Tiger! Tiger!
Oh!